どうもこんにちは。ファミコメレーターを作るの続きを決めていこうと思います。今日は前回の続きでレジスタティックを使わなくする対応をしていこうと思います。あと2つね、 APU でこのテーブルを手にするときに使ってるんで、こいつを消すというのをやった後に、マッパー3のね、ドラゴンクエスト1を動かすためのマッパー3の実装をしていこうと思います。で、ドラゴンクエストのロムは用意してきているので、ドラゴンクエストの、ロムはここにありますと。はい、ドラゴンクエスト、これ1ですね。はい。まあ、例のごとく、カートリーダーでね、吸いました。で、ドラゴンクエストは、見せたかな？買ってあります。はい。ちゅうことで、やっていこうと思います。まずは、レジスタティックをなくすのをやっていこうと思います。まあ、なくすのは簡単で、これは単純にこうしちゃって、パブリックスタティックレフ。パブスタティックレフでよくて、レングスカウンターテーブルは、U8 ということにして、これでいいんじゃないのと思ったけど、全然ダメなんだね。スタティックってことにすればいいのか。はい。U8 が何個かってことか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32ですね。32個の、テーブルということで、これでいいですね。まあ、レジスタティック使うまでもなかったという、ただそれだけですね。ということなんで、これと同じことをもう一箇所ね、あるので直します。はい。ここですね。これはノイズテーブルの、ノイズのテーブルです。はい。ここも同じで、こうなりつつ、スタティックにするだけと。で、これでもいいの？まあ、いいか。U16 のものですよと。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ですね。16個の中身がありますよ。こうですね。はい。これでよろしいと思います。大丈夫かな？大丈夫かな？はい。これでカーゴランして、特に問題がなければいいかと思います。うん。大丈夫そうですね。音出てるよね。うん。大丈夫そうですね。多分ね。はい。ということで、これでね、レジスタティックを使っている箇所はまだあるか。クレート使いますっていうのが必要だったんで、こいつを消しておきますと。あとはカーゴから消しゃいい話かな。これ APU diff は邪魔なだけなんで消すか。APU diff は、はい。これはいらないやつなんで、はい、さようならと。はいと。で、カーゴ、アッドじゃなくて、リムーブなのかな？リムーブで、アインストールしたいだけなんですけど、レイジースタティックを消したいよというのをやりたいと。あ、いった。OK。消えましたということで、ワンセルを使うと。で、さっきあった、よいしょ。はい。レジスタティックはなくしましたということで、こんな感じになりましたと。OK。じゃあ、これでもう一回、カーゴランして、これレジスタティックないバージョンなんで、どこかで使われてたら怒られる状態ですけど、大丈夫ですね。うん。うん、OK ですと。OK。ということで、これでレジスタティックなくなりましたと。じゃあ、マッパをやりたいんだけど、ちょっと気になってんですけど、これ、ミューテックスっているんだよね。っていうのがちょっと気になったんですけど、ちょっと試してみたい。ミューテックスって、なんかいろんなとこからアクセスするから、グローバルの場合は必須という感じがしてるんですが、これで行くんだったらただのハッシュマップなんで、めちゃ楽になる。ロックとかいらなくなるはずなんで、これでいいなら、
単純にこのゲットでね取れるんですよ。あ、取れるじゃん。 いけんじゃない。こっちもね、ああどうだ、ゲットでね、ゲットでいけると。なぜかこのバインディングに一旦ねランラップしたの詰めてからゲットするってよくわかんないことをしてるんですけど、あちゃ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 、オプスに対して、ゲットをすればいいと。これでいいんだったらめっちゃ楽なんですけど、これは怒られるんだろうか。なんか怒られないね、大丈夫だね。うん、じゃあこれでいい。つうことはよ、あれなんでミューテックス使ったんだろう、このマッパーも。マッパーのミューテックスはいるんだろうか。ここもミューテックス入してんですけど、単純にレイジーでよかったらだいぶ楽になるんじゃないかな。ね。で、マッパーはミューテックスいらないからこれでよくって、こうでしょ？そしたらこっちが、ロックアンラップいらなくてアクセスできるよと。いいんじゃないな。あわよくばこれも外せるといいんだけど、これはさすがに無理だね。アンセーフですせというふうに言われてしまうので、あ、ミューテックスいらないじゃん。なんかだったんだな、これ。ちょっとちゅうことなんで、あ、よかった、気になりをちょっと見てよかったですね。ロックアンラップいらなくなったんで超楽になったかな。ロックアンラップいりません。 OK。あ、マッパーロックアンラップを消してけんか。まあいいか、一個ずつ見て直した方が良さそうな気がするんで、マッパーロックアンロック、マッパーライト、メインでマッパーロードしてる。はい、マッパーセット、マッパーはこれでいいと。はいと。はい、あと PPU でマッパーのロックアンラップがいりませんよ。はい、こっちもロックアンラップはいりませんよ。なんで必要だったか全く覚えてないんですけど、なんか必要でつけたはずなんですけど、なんでだったかな。なんかないと怒られたんですけどね。多分いろいろむちゃくちゃやってたんで、それで、まあ、なんか必要になっちゃったというので、引きずってきてて必要なんだと思い込んでたんですけど、そんなことはなかったというオチですかね。マッパールックアンラップと。はい。ここもか。ロックアンラップなくなるから、まあ、ロックってそんなに軽い処理じゃないと思うんで、だいぶなんかいい感じになってくんないかな。くんないかなとかつって、はい、これで怒られなければもう超ラッキーって感じなんですけど、大丈夫だね。うんうん、 OKOK。 ちなみにロックってどんくらいかかってたのかなっていうのが若干気になるんで、ここ120にしてみて、フレームレートを上げてみます。これで倍速とかで動いてくれたらありがたいんだけど、うん、全然感じね、変わりませんということで、まあ、ロックもそんなに重たい処理じゃないということですね。はい。ちゅうことで、だいぶスッキリしましたね。はい。ちゅうことで、はい。じゃあ、本題の方に入りたいんだけど、ここを直さなきゃいけないか。ちょっと待てよ。マッパーはね、瞬殺なんで、ちょっと横道それちゃいますけど、はい。ここでミューテックスはいりませんよと。はい。で、こうなって、ハッシュマップして、ミューテックスはいらないんで、単純に M を返せばいいよということだけかな。はい。じゃあ、これでツールズのやって、
よしと。で、カーゴランで何もなければ動いてくれるはずと。OK、動いたね。OK、OK。OK ということで、じゃあ、本題。本題の、やっていきましょう。マッパーの作成ですね。で、マッパー3を作ります。マッパーの0があり、1があり、2があるのかな、今。マッパーの2があって、マッパーの3を作るんで、ちょっといいや。で、マッパー2を丸コピーして作りましょう。はい、マッパー2。マッパー2を丸コピーして、本当に亜種みたいな感じで作れるっぽいので、ざっと昨日 見た限りね。マッパー3ですと。で、マッパー3の辞書これですね。とりあえず日本語にしようか。はい。マッパー3は、キャラロムのサポートはありますということで、ゲームの例としてはこんなものがあると。はい。で、概要としては、プログラムサイズは16か32なんで、まあ、バンクがないと。バンクスイッチなしですね。で、プログラムサイズは、ラムはなしと。で、キャラの容量が最大248キロビット、キビバイトがあると。いうことで、キャラバンクサイズが8キビバイトになってるんで、この2048もないと思うんだけど、まあそれを切り替えることができますよということになっているものになります。で、PPU の、0000から、1FFF までの8キロバイトを切り替え可能としているということです。はい。で、バンクセレクトとしては、7ビット、8ビット分全部か。8ビット分全部を使って、キャラロムのバンクを選択するっていうことができるということになっています。なので、まあ、そんなに難しい話じゃないです。バンクセレクトは U8 型で1個持っていて、バンクセレクトはとりあえず0にしておきます。で、イズキャラロムとかはそのまま使えるんでいいと。で、書き込まれたものに関しては、8000から FFF まで書き込まれたものが全部バンクセレクトに行くので、これでいいですね。はい。で、ライトプログラムは何もない。リードプログラムも何もない。で、ロードプログラムも何もない。リードプログロムに関しては、プログラムロムに関しては何もないので、バンクセレクトとかいらなくって、これは単純に、リターンの、これか。リターンというか、こうか。プログラムのアドレスをそのまま、マイナス8000したものを単純にやってあげれば、そんだけでいいということです。で、あと何もしなくていいと。はい。マッピングなしなんで、そのままのアドレスをそのまま使って、プログラムの値を返してあげればいいと。で、ライトキャラロムは、まあ一応こんな実装になってるけど、特にいいのかな。で、リードキャラロムに関してはやんなきゃいけないんで、ここをやりましょうということですね。で、リードキャラロムは他の実装も持ってこれるんで、リードキャラロムの実装を、リードキャラロムは、あれ、リードキャラロムの実装されてるのがなくなったのか。はい。さっき消した、キャラのバンクのなんちゃら、これ3、3にしなきゃいけない。3、3、3。ですと。はい。で、キャラルムの読み込みの時だけバンクを使うので、まあ、こんな感じのものを持ってきておきますよと。はい。で、バンクのサイズは、8キビバイトなんで、バンクのレングスこれですと。で、マックスは取る必要がないので、いりませんと。で、バンクレンでしょ。で、レッドのバンクがバンクセレクトに入ってるから、まあ、そのまま使えるのか。バンクセレクトがあるから、いや、やってないと忘れちゃうな、これな。まあ、こういう感じのことをやってあげればいいので、これを丸コピーしてきて、これを使うということですね。はい。で、キャラロムを読みますよと。で、バンクはバンクセレクトで、そのまま使えるので、こうですね。だからそのままバンクセレクトとして使えちゃうんだけど、バンクとして使えちゃうんだけど、まあ、こんな感じで、
やると。でバンクレーンにバンクをかけてあげればいいよということですね。はい、これがオフセットになるんで、バンクが0だったら0、0を足すと、でバンクが1だったら8キビバイトずれるということで、バンクセレクトができるということですね。はい、こんな感じかな。でこれいらないか。はい、ということでこれが、マッパー3の実装になります。はい、めちゃくちゃ簡単で、キャラロムの時だけ、リードキャラロムする時だけバンクセレクトの値を見てあげる必要があるんで、バンクセレクトの値を見て、でバンクのデカさ、一つのバンクのデカさは8キロバイトなんで、8キロバイトをバンクの長さとして見て、バンクとかけて、オフセットを決めて、あとはアドレスをそれに足してあげて計算して、アドレスを計算してその中身を返してあげればいいと、ただそれだけです。はい、 OK ですかね。はい、ということでこれがマッパー3の実装で、でクリエイトマッパーにマッパー3の実装をちゃんと入れてあげればいいと。で3が来たら、ボックスニューでマッパー3を返してあげましょうということで、こんな感じです。 OK。 そしたらあとドラゴンクエストを読み込んでみりゃいいので、ドラゴンクエストを持っていってですね、ロムのドラゴンクエストの17、はい、これがドラゴンクエストのロムですよと。はいと、OK。で、ドラゴンクエストの NES をファイル名コピーして、で、メインですね。メインの方で、ロードをすればいいから、レッドのロムイコール、ロードロムで、ロムスラーのこれと。はい。これでドラゴンクエストが動いてくれるはずです。動いてくれよ。まあ、動かないにしても、キャラロムがダメだった。ソースマッパーの324で怒られちゃった。ここで怒られましたね。バンクのセレクトの値がおかしいということでしょうね。ほう。全部使って、いいはずなんですけど、4ビット以上実装する場合があります。CNROM は下位2ビットのみを実装し、32KB キャラに制限されますとあるので、なんかこれっぽいな。下位2ビットだけにしてみましょうか。これがね、ドラゴンクエスト、これマッパーの、対応表なんですけど、ドラゴンクエストは、32キロバイトしか、ないので、これキャラのサイズですね。キャラロムのサイズが32キロバイトなんで、多分これですね。32キロバイトキャラに制限されますとあるので、上になんかよくわかんないデータが入ってるっぽいので、 0x02 をやって下位2ビットだけ使う形に、しちゃいましょうか。はい、123か3ですね。下位2ビットだけ使うんだったら3ですね。最下位2ビット、うん、これでどうだ。はい、これで多分いったんじゃないかな。あ、いったね。これは除去部は終わったら多分、あ、来た来た来た。スタートをスタートボタンか。あ、始まった。どこでこのロムが切り替わってんのか分かんないですけど、多分大丈夫でしょうね。はい、B ボタンか。扉、鍵持ってない。そうか、これ調べて、え取るか。難しいね。ファミコン版のドラクエ1は初めてやったかも。
あ、鍵あったわ。あ、これで出れるってことね。あ、ちょっと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 、いいわ。あ、これで階段。なるほど。外出るまではやってみようか。戦いくらいまではやってみましょうか。うんうん。若干フレームレート落ちてる気がするな。敵が出ない。敵出ないもん。入っちゃうよ。敵が、あれ敵ってこんな、あ、出た出た出た。うんうん、まあまあ大丈夫そうですね、多分ね。ここまでできりゃ。うんうん、大丈夫そうです。ということで、マッパー3の実装がまあやっぱり瞬殺で出来上がったので、次回ね、マッパー4だよね。マッパー4の実装をしていこうと思います。スーパーマリオ3と、FF3 が多分、まあ、持ってる中で有名なやつかなと思いますけど、まあ、それらが動くようにするというのが最後の、課題になろうかなというところです。はい。ということで、今回は以上。次回お楽しみに、チャンネル登録、高評価、お願いします。では、